安田君。えー、日本維新の会の安康靖でございます。えー、松本委員長、よろしくお願いします。はい、えっとですね、今、まあ、あの、えー。これまでの各委員会での議論、あるいは、今日の、この、連合審査会の議論、まあ、拝見をしていますが。あんまり、こう、フィットしないというかですね。あの、ピンとこない議論が多いです。 あの特に今、共産党の委員の方から、えーまあ、ごまかしとかですね、国会をだますとか、そういうなんかこう、不穏当な発言がありましたが、私はねあの、霞が関にいたこともあるので分かりますが、こ日米交渉をやっているときにあの、国会をだます、どうやってだますかとか考える暇なんか、あの政府・与党にないと思うんですけど、茂木大臣、どうですか <laughs> 茂木外務大臣。<laughs> <laughs> 当然あの、日本国民、そして国会も含めです、ねえー、国益、常に考えて全力で交渉に臨んできたつもりで足立康君。まずちょっと順番変えてです、ねあの、江藤大臣に申し上げますが、あの私は今回の合意、まあ、評価してますで。それはどういうことかというと、やっぱりあの大変な日米交渉って、私もあの。 ちょうど、えー、政子皇后陛下がですね、外務省の北米局にいらっしゃった、ちょうどそ,その頃に、えー、経済産、当時の通産省の米州課っていうところの、えー、末席みたいなことをやってました。であのおまあ、大変な厳しい交渉だってアメリカはあの われわれはあの日米同盟でアメリカの核の傘の下にあるわけですからね、まあ、関係ないです、関係ないって今日そういう議論をするつもりはありませんが、大変厳しい交渉を強いられる、その中で、今回のような、まあ、農業についてもですね、今回のような内容でまとめることができた背景には、私は TPP があると思います。TPP を日本がリードしてきた、そして TPP を多国化、マルチでそれをセットしてきたことが、 今回の日米合意のある種の相場観を作りですね、ある種の規範を作りですね、それが今回の交渉をこ,こをこういう形でまとめることができたと私は思っています。そういう意味で、農業を、農林水産業を所管されている江藤大臣はですね、まあ、これまで TPP に携わってきたすべての関係者に、感謝をするべきだと思いますが、どうですか。 江藤農林水産大臣私は農政馬鹿でありますので、やはり今回、内容がです、ね、非常に政治家としても農水大臣としても受け止められる、そして地元でもしっかり説明ができる内容になったことは茂木大臣に感謝したいと思いますが、しかし、SG がかかっているとはいえ、まあ、ジャンプインで関税が下がることはです、ね、決して国内の畜産に対してポジティブではありません。でですすからこれについてですね あ,ありがとうとかです、ね、感謝をするつもりはありませんが、しかし、t p p レブというです、ね、マルチの厳しい交渉をしてきたからこそ、今回、状況の内容をです、ね、キャップがはめられたというのは、委員のご指摘のと,おりだと思います<上>安達君私があえてまあこういうことを申し上げるのはです、ね、国益のために命をかけて働いてきたたくさんの政治家と、たくさんの官僚の皆さんがいたからであります。 あの私が大学時代、一緒にです、ね、図書館で机を並べて勉強し,、えー、した親友にです、ね、松田誠さんという方がいらっしゃいます、49歳で急性されましたが、外務省の経済連携課長をされて、この TPP の交渉の真っ最中に命を落とされた方です。彼はは外交官試試験験をを目目指指しし私は国家公務員試験を目指し一緒に 国のために働こうなと言っていた仲間であります、まあ、それはともかくとして、まあ、国会でもこれは取り上げたことがありますが、そういった意味で私は、この一連の日 EU 経済連携協定であれ、TPP であれ、これをしっかりとまとめた上で、日米交渉に入ったこのタイミング。 でアメリカの大統領選挙が本格化する、まさに1年前、TP、アメリカの大統領選挙がいよいよあと1年だという、その前にこれを妥結することができた、またもう少し言えばですね、これから,これからアメリカを TPP にまたこう入れないといけないかもしれませんね。いやいや、それが本当は本来の姿でしょ。 さらには TPP ってマルチですから、そのマルチの場にアメリカのみならず、中国だって巻き込んでいかないといけない、そういうこれからの通商交渉の大きな道のりのことを考えるとね、今回、さっき申し上げたタイミングに加えて、限定的な内容で取りまとめることができた日米をですね、これはもう、私はもう、称賛する以外に言葉はありません。 どうしょう。茂木外務大臣。どう,どうもありがとうございます。あのまあ、国会議員の先生方でもさまざまな形で、まあ、ご指導いただき、まあ、そしてあの自分としてもです、ね、交、え、渉、ー、にあたって、まあ、TPP−11、まあ、以来です、ね、梅本主席、そしてまた渋谷政策調整統括官、そして若手のチーム、えー、本当にいいチームに恵まれてです、ね、この交渉を進めることができた。 そして TPP11、そして日ユ e p a 先生おっしゃるように、発行していたということによってです、ね、アメリカは残念ながら、他国に、えー、オーストラリアだったりとか、劣後してしまう状況が起こっていた、この劣後した状況を一刻も早く解消したい、これがアメリカの要望であって、一方、日本としては、これまでの過去の経済連携協定で、上去した内容が最高なんだと、最大なんだと。この1点が まあ今回のです、ねえー、合意であると考えております同時に、日本としては、えー、アメリカが TPP に復帰をする、えー、このことが今でも最善だと思っておりまして、まあ、今回、えー、例えば、ねえー、TPP ワイドの、えー、33品目、全く上記をしておりませんし、さらに知財の問題、サービスの問題、全く取り上げていません。そういった意味では アメリカが TPP に戻ってくるえ、こういうインセンティブは残っていると思っております安達康君。いや、もう本当に今、外務大臣おっしゃったようにね、大変なパズルの中で、私はベストな合意ができたと評価をしています、もう茂木大臣をもう国民栄誉賞に表彰しないといけないぐらいですよね、ちょっと言い過ぎですね。<laughs> もうあの時間が来ますんで、最後、一つだけもう、もう一つ。 ちょっと経産大臣にもいろいろねあの伺いたかったんですが、ちょっと時間ないんで、また経済産業委員会で伺いたいと思いますが、茂木大臣、もう一つあの、えー、国家審議を見てると、ですねまあなんて言いますかね、どこの国の議員かわからないような質問がたくさんあります。要すれば国際交渉っていうのは、まあ、ルールがあってないような世界の中で、国と国とが国益をかけてぶつかり合ってる。当然私は 同省義務というのはつきものだと思うんですね。その中で、そのぎりぎり勝ち取ってきた文書のこのなんか隅々、隅っこを探してきてですよ、で、足、上げ足取りをして国会で足引っ張って、なんかいいことあるんですかね、共産党は。いや、共産党だけじゃないや。ねちょっと外務大臣に、いや、野党批判以外もやってますよ。 あ,のねまあ明日も野党批判しますけど、まあいいや、同僚異務、外務大臣、これもうね、あのこのよくわからない通商交渉をやったこと、あこちらはやったことありますね、やったことない皆さんにです、ね、同僚異務っていうのは、もうはっきりあるって言った方がいいと思うんですよ、本当のことを、これからの時代は、これからの国会は、国民の皆様に本当のことを言う、もう建て前じゃなくて。 本当のことを言って、議論していくことが価値があると思いますので、どうしようにも、もあると言っちゃってください。茂木外務大臣。まあ、あの、今回の交渉、確かに本当に国益と国益がぶつかる交渉でありまして、まあ、四月からでも。 まあ7回だったか8回だったか、まあ、のライトハイザー通商代表とはまあ交渉を重ねました。えー、違う国益を一致させると、えー、これはなかなか難しい作業でありまして、えー、合意したと思っても、なかなかできてないと、これをもう一回戻す、えー、こういったことを繰り返しながら、最終的にはしっかりしたまあ合意点を見出すだたと思っておりますあの。いろんなご意見あると思いますが、丁寧にご説明をしていきたいと思っています。 安以上で終わりますがあの、一部ね、不規則発言で、なんか足立は野党批判しかできないとかいうことがありましたが、本当の意味で自民党に本質的なチャレンジをしていく、税と社会保障と労働市場、どうあるべきか、本当に自民党に対する自民党とは違う、経済社会のビジョンを示そうとしているのは、日本維新の会だけですよ。 それが、ね、身を切る改革ってわれわれ言ってますけど、今日もね日本会議で給与法、いろいろ採択されましたよ、ね、日本維新の会だけですよ、反対してるの、自民党と共産党は一緒に賛成してるんです、ちょっとよくね、そのあのレッテル張りはやめていただいて、本当の意味での政権を樹立するため、ポスト安倍は一体どういう政権をつくるのかということを、 議論し合える価値のある国会を作っていくべきであると申し上げて質問を終わり,ますありがとうございます。